こんにちは、早見浩です。本日のストーリーテラーは映像クリエイターの服部亮太郎さんをお迎えしてお話を伺いしたいと思います。服部さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本当にね、ウェディング の、 映像あるいは写真撮られてる方っていうのは、服部さんでこのストーリーテラーでお二人目になるんですけど、はい、ぜひ今日はあの服部さんがですね、どのようにしてこのウェディングの業界に入ってこられたかとか、はい、映像を撮るようになられたかみたいなところからお話をお伺いできればと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。私が始めたきっかけなんですけども、もともと映画がものすごく好きでですね、洋画、邦画も、1日1本ぐらい見るぐらい好きでですね、ハリウッド映画みたいなおしゃれな、ムービーをウェディングに取り入れたら面白いんだろうなというところから、ウェディングの世界に入ったのがきっかけです。その映像をウェディングに取り入れようと思った理由って何だったんですか？ですね、従来のウェディングですと式場様で撮影したり、することが多かったんですけども、大自然の中で、すごく景色のいい景色の中で、海外みたいなウェディング映像を撮るのがかっこいいなと思って始めました。いや、実際今日も作品こちらにあるので、見ながらお話しできればと思うんですけど、はい、まさにおっしゃっていたみたいに、その映画の主人公になったような気分で、はい、なんていうの、新郎新婦の方が、佇まいを、撮られていて、いや、これは確かに一生ものだなって思ったんです。なんか人生の主役はあなたたちですっていうのをね、言ってくれてるような映像だと思うんですけど、はい、この日風がものすごく強くて、台風みたいな強い日でした。でも全然感じさせないですね、映像の中でね、はい、むしろそうか、スローで撮ってるから、そうですね、その木 の揺れもすごい自然な感じに、はい、映ってますけど、はい、めちゃくちゃ風強い日だったんですね。そうだったんですね、はい、風速12メートル、すごい、もう立っててちょっとカメラマンもぐらつくようなんですね、でございました。いや、これでもなんかこのロケーションってどういう風に選ばれるんですか？はい、これはドローンが撮影できる、法律で撮影できる、映える、すごい美しい景色のところを選んでおります。ある程度こういう、シネマティックなというか、はい、最近では、はい、ラスティックウェディングですかね、こう大自然の中で映像を撮るような、はい、ことをする場合の、なんかこういうロケーションみたいなところがある程度やっぱり気に入ってらっしゃるポイントがあって、はい、これ撮るみたいなことが、はい、全国にある程度私がここっていうのは把握してございます。やっぱりそうなんですね、はい、いや、でもなんか本当にね、これもう初めて僕自身がそんなにこのシネマティックなというか、このラスティックウェディングの世界に詳しいわけじゃないので、はい、それこそ服部さんの作品を見て、うわ、こんな世界があるんだっ
って思ったぐらいびっくりしたんですよね、はい、服部さんはこの、ラスティックウェディングっていうような、まあ、そのシネマティックなオープニングムービーを撮られるようになったのってどれくらいなんですか、ね、約2年半ほど前からですね、はい、はい、始めました。それまではこういうタイプ そのウェディングのオープニングみたいなものっていうのはあんまりなかったってこと、はい、あんまり日本にはなかったんですね。あ、そうなんですね、はい、じゃあもうまさに日本におけるその先駆者的存在としてやってこられたっていうところになる、はい、そうでございます、はいはい、まあ、なかなか自分でそうですって、ね、はい、あの言いにくいところはあるかもしれないんですけど、はい、そうなんですね、はい、でもなんかまさに先ほどもちょっと話されてましたけど、その服部さんのこういったものがやっぱりその爆発的に広がっていって、うん、かなりその日本の中でもラスティックウェディング撮りたい、うん、あるいは、はい、撮りたいっていうのは撮られたいっていうことも含めて増えてきてるっていうことなんですかね。はい、ものすごく増えてございますね、うん、はい、なるほどな、まあ、だからその意味で言うと、まあ、常にみんなが意識するある意味こうベンチマークされる存在でもあると思うんですけど、うん、はい、なんかこうご自身の中でやっぱりそのこだわりみたいなところをぜひ、まあ、あればお聞きしてみたいなと思うんですけど、はい、やはり背景に看板とか人が映らないように撮ったりですね、あとドラマティックに撮るように、うん、ソニーのレンズ50ミリで、うん、美しい背景ボケで、はいはい、ドラマティックに感動するような撮影を心がけております、うん、なるほどな、はい、なんか今おっしゃってたようなね、この背景のボケ感っていう話あったんですけど、はい、ものすごい綺麗なボケ で、うん、でしかもちょっとこの、ちょうどねその時のこの今見ていただいた映像の、はい、BTS というかビハインザシーンの映像も今日のためにご用意いただいたので、ちょっとそれを見ながらお話お伺いできればと思うんですけど、はい、でさっきおっしゃってたみたいに確かにめちゃくちゃ風が強い感じだと思うんですけど、はい、今このシーンなんかだとスチールも撮られてらっしゃるって感じですか。はい、動画を撮影して同じこの森のエリアで写真も撮って、はい、でまた撮りましたら海の方に行って、はい、動画写真みたいな感じで撮ってございます。そうなんですね、はい、じゃあ、まあ、まさに本当に一台で映像も撮るし、うん、写真も撮るっていうような形なんですね、はいはい、あ、なるほどな。だから後でちょっと写真もこので挿入できればと思うんですけど、このシーンで撮られたものっていうのがねしっかり残っていて、でしかもコミュニケーションかなり撮られてらっしゃるんですよね。はい、やはり新郎新婦さんが安心して、うん、自然な顔になるように和やかな雰囲気を心がけております。なるほどな。これ手持ちで撮られる時もあるし、もちろんジンバルを使って撮る時もあると思うんですけど、はい、その辺何かこうなんだろうな、不安とかってなかったりしますか。はい、やはりソニーアルファS3 のですね、うんうん、強力な手ブレ補正によってアクティブに手持ちでも撮影しても手ブレが出ないみたいな映像になります。でもなんかこれ見てるとね、本当にジンバルでこう撮ってる時もあるし、まあ、それこそ手持ちでそのまま撮ってしまって、うん、しかもなんかそのタイミングで、はい、じゃあ自分も撮っちゃおうかっていうようなこう、はい、すごく軽やかに撮影されていて、はい、なんだろう、その中で映像が出来上がってくるって、はい、素晴らしいなと思ったんですけど、撮影の時間って1回あたりどれくらい。はい、写真200枚1回撮りまして、うん、動画も撮りまして約2時間から3時間、そんな短い時間でこの映像が出来てしまうんですね、はい、うわすごいな。なんかこう本当に1日かけて撮ってるんじゃないかなっていうぐらい、うん、本当に壮大な風景の中に、はい、いるっていう感じですけど、いやすごいな。そうかそうか、確かにすごい風がすごいですね。すごいですね、このすすぎの時間だとか、はいはい、こういう時ってでもなんかやっぱ、はい、服がかなりね、なんだろう、言うこと聞かないっていうか、うん、特にウェディングドレスなんかだと大変だったりするんじゃないかなと思うんですけど、はい、こういうシーンでももうどんなシーンでも大丈夫大丈夫でございます、はい、風がちょっと止んだ時にお写真を撮ったりですね、うんうんうん、風を生かした動画のショットを撮ったりしております。でもこの2人の喜んでる感じがめちゃくちゃ伝わってきて、はい、すごいなと思うんですよね、はい、なんかその、まあ、今先ほどの話の中でも、スチルも、うん、まあ、映像も1本でって言われていらっしゃったんですけども、うん、
まあ、今回持ちいただいているのが、まあ、ソニーの α7S3 とおっしゃってました、はい、でレンズが、50mm の F1.2 ですか、はい、G マスター、はい、G マスターの F1.2 50mm ですね、はい、とあと 24mm でございます。大体使われているレンズってこの2本なんですかね。はい、この2本のみで撮っております。そうなんですね、はい、うわすごい。でこのここまでの世界観っていうのを表現できてしまう、はい、それすごいですね。あ、なんかそのレンズへのこだわりというか、はい、やっぱり純正を選ばれる理由ってなんかどういったところに。やはりあの GM の高い解像感と、うん、50mm が本当に好きなんですけども、うん、とろけるような背景ボケによって新郎新婦を際立たせてドラマティックに撮影できるところが、うん、はい、GM を選ぶ選択肢です、ね、はい、なんかその僕らあのお話を聞く中で割と写真家の方が多いんですけど、はい、その映像っていう側面でのソニーの、まあ、カメラの機材の魅力ってどんなところがあるんですか。はい、やはりリアルタイムトラッキング AF によって、うんうん、激しいジンバルの動きでも、うん、新郎新婦様にピントを合い続けて、うん、あの撮ることができるのがすごく魅力です。うん、やっぱりその、 あのまあ、瞳オートフォーカスだったりとか、はい、まあ、そのリアルタイムのトラッキングみたいなのっていうのは、はい、そのもしあるないだとその映像のクオリティの差って全然違ってくるものなんですか。はい、これは全然違いまして、新郎新婦さんが、まあ、走ってそれをピントで追うような作業ができなくなってしまいますので、うんうん、あ、そうかそうか、はい、だからさっきあったようなあのこう走ってきてルートってるっていう、なんか、ね、それを自分もこう動きながらっていうシーンは、はいはい、まあ、それだとやっぱりできない、できないですね、ことなんですね。はい、ウェディングの話にちょっと戻しますけど、ウェディング の、 そのオープニングムービーの撮影において、はい、一番大事なことってどんなことになるんですか。はい、やはり僕は思うにはですね、うん、結婚式に来ているゲスト様が盛り上がるなり感動したりすることを結構僕は重点に置いております。うんうん、はい、その例えば感動を作るポイントっていうとどんなところ。はい、やはりストーリー、新郎新婦様の自己満足にならないように、うん、ゲストさん目線で、ドラマティックに見えるかどうかっていうのを心がけてるんです。うん、はい、そうか、あのそこって結構あのギリ際どいラインですよね。そうですね、すごいなと思いつつも、はい、めっちゃ自分たちだけやんみたいなことにならないように、うん、はい、ならないようにゲスト目線で作るようにしております。うん、例えばですよ、はい、お渡しいただいたこの作品の中でいうと、あれでもいいんですよね、はい、なんかこうドローンで、ね、攻めてきて、はい、壮大な風景の中に、はい、ウェルカムトゥっていうのが、はい、なんかこう映画のタイトルみたいに出てきて、はいはい、でね、ここはまさに新郎が出てくる、はい、僕これ今あの列席者の気分で今見てるんですけど、はい、わーってね、一番やっぱり2人がこう輝く主役の日なので、うん、まあ、盛り上がっている時ですよね。はい、うん、うん、でこういうなんかその、はい、あの常に2人だけが映ってるわけじゃなくて、はい、あのドレスがこう、うんうん、新婦がちょっと走ってるところのドレスがこう地についてこう動いていくようなシーンを撮られてたりとか、うん、はい、これはあの結婚指輪だったりしますけど、はい、なんかこういつも彼女とか、うんうん、あの彼を映してるわけじゃなくて、なんかその周りのものも捉えつつっていうところに世界観みたいなものを作られているポイントがあるのかななんて思いながら、はい、あ、そうでございますね。やはり新郎新婦の顔だけ映る感じじゃなくて、パーツとかブーケですとか、うんうん、イヤリングとか、うんうん、植物とかを入れたり、うんうん、はい、するのがコツになってます。これさっきすみません何度も戻ってきちゃうんですけど、ものすごい風が吹いてるシーンが、はい、あの BTS でもあったと思うんですけど、うん、ただ実際この映像を見る感じだとその辺あんまり意識させないっていうか、うん、だったと思うんですけど、はい、であとあの走ってるシーンもね、さっきお話あったと思うんですけど、これはあのスローモーションみたいな形で撮られてらっしゃると思うんですが、はい、機能的には何、どんな、4K120p のオールイントラで設定で撮っております。だからこのかなり滑らかな動きが表現できてるってことなんですね。はい、普段はでも撮影の時はじゃあこの、はい、もう基本お一人で撮りに行かれるっていう感じですか。はい、もう機材もこの2個だけ持って、はい、そうです、ドローンと、はい、リュックにしよって、で、毎日違う、例えば今日は神奈川県、うん、今日は千葉県、うんうん、今日は大阪、はい、京都みたいな感じで一人で、はい、
じゃあ、相当移動もされてらっしゃるってことだと思うんですけど、はい、なるべくやっぱりこう近い順番で回ろうみたいなとかを組み立てたりするんですか？はい、事前に関西エリアで、10組ほどご予約を取らせていただいて、次関東に1ヶ月とか、こんな感じでうまくやっております。はい、そうですよね。じゃないとね、はい、なかなか。でもそうなると例えば今日は、今週は関西エリアとか、うん、今週はなんかどこどこエリアみたいな感じで、ほとんど家に帰れないみたいな。そうなんですよ。でもなんかそれでもやっぱりこう、はい、ウェディングのムービーをこう届けたいと思われるような、なんかその服部さんを動かす情熱の源になっているものってどんなところですか？はい、やはりインスタグラムがものすごく大きくてですね、はい、インスタグラムで自分の作った作品を投稿して、全国の皆様からレスポンスをいただけることによって僕の原動力になっています。そっか、インスタグラムのアカウントに、はい、その撮影されたものもアップをしていて、はい、だからそれを見てやっぱりあすごいいいなっていう、そういうフィードバックを得ながらっていうところがすごく大きくあるんですね。はい、いや面白いな。だから2つのタイプのお客様がいらっしゃって、1人はねもちろん直接的な新郎新婦のオープニングムービーとしてっていうことなんですけど、そしてそれをご覧になられる方なんですけれども、はい、一方で、はい、服部さん撮ってるラスティックウェディング、私もいつか撮りたいみたいなことも含めて、はい、楽しみにしてる方々がいらっしゃって、はい、その人たちにこういつもなんかこう驚きと感動を与えられるような映像を作っている。でそれをなんかみんなが見てくれてフィードバックっていうのが情熱のもとになっている。そうですね、はい、あよくわかりました、はい、素敵です。ありがとうございます。はい、もし最後できればと思うんですけど、はい、なんかこのストーリーテラー見られてる方で、自分もねウェディングをやってみたいっていう方がいらっしゃった時に、なんかこう服部さんの方からアドバイスだったり何かあれば、はい、コメントいただければと思うんですけど、いかがでしょうか？はい、やはり自分の目指すクリエイターの作品を見てですね、最初は真似といいますか、頑張って似るような感じで練習をして、だんだん向上していく感じかと思います。なるほどね。はい、あ、じゃあやっぱり服部さんも最初はこの人みたいな、ある種目標にされてる方がやっぱりいらっしゃって、はいはい、そこから自分なりのアレンジを加えていくっていう風に変化されてきたっていう感じですか？そうですね、海外クリエイターなんですか？あ、はい、そうですか。じゃあなんかこう直接的な師匠というよりかは、もう本当に映像たくさんあるこう素晴らしい映像がある意味何人もの師匠になっていて、はい、っていうことを、はい、私はウェディングの映像クリエイターの作品を見て勉強っていうよりも、ハリウッド映画とかですね、そこからヒントを得てやっております。面白い。だから本当にそうですよね、むしろ違うジャンルでやってる人の作品を見てそれを取り入れて新しいジャンルに入れるからこそ、はい、そこに新しさが生まれてくるっていう、はい、ものすごくシンプルだけど、ものすごく画期的なことを多分されてきて、でそれが今こういうラスティックウェディングの普及っていう形で、ね、日本でも広がってきてると思うんですけれども、はい、次服部さんが目指しているところってどんなところにあるんですか？そうですね、さらにハリウッド感のある壮大でドラマティックな映像を目指しています。なるほど、はい、楽しみですね。なんか、はい、今日お話をお伺いしてきて、先駆者というかに大事なことって、誰もやったことがないことを初めてやるっていうことにものすごく大きな意義があると思う。でそれをある意味服部さんはハリウッドの映画からそれをウェディングに取り入れて、誰も見たことがないような、オープニングのウェディングの映像ってこういうものだよねっていうものを壊すような、そういう映像を、作られたことによって、今もうまさに本当に年間休む日もないぐらい撮影するっていうことになってらっしゃると思うんですけど、ここで満足するのではなくて、さらによりスケールの大きな作品を撮っていかれたいということですので、なんかますます楽しみになってきましたし、その時ね、またぜひお話もお伺いできれば嬉しいなというふうに思いました。ありがとうございます。今日は本当にお忙しい中お越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。